new weapon in the sheath. Ready for the war, no remorse, never grief. You know what I'm coming for, you know what I'm coming for, you know what I'm coming for. Call the what I'm coming for, you know what I'm coming for. Call the police.呪術廻戦呪術トークプラスオーディオコメンタリー。はい、皆さんこんにちは。呪術廻戦虎杖悠仁役の榎木淳也です。今回から配信スタートとなります呪術廻戦呪術トークプラスオーディオコメンタリーということで、呪術トークが帰ってきました。お、すごいすごい拍手の音。誰が拍手してくれてるんでしょうね。霊か呪霊か。はい、ということでこの番組はアニメ呪術廻戦の出演キャストを週替わりで招いて、作品にまつわるトークと、さらに現在地上波全国28局ネットで放送中の呪術廻戦第1期のアニメ本編を見ながらおしゃべりをするオーディオコメンタリーを合わせてお届けする番組です。オーディオコメンタリーの方はテレビの副音声でもお届けしていますが、前後のトークは Spotify 限定のオリジナルパートですので、テレビで聞いたよという人ももう一度お楽しみいただけます。さて、記念すべき第1話に来ていただいたのはこの方です。どうも、ご機嫌いかがでしょうか。両面スクナ担当の諏訪部純一です。さあ、拍手が乗っかってます。拍手が、はい、俺だよ俺だよ、綺麗だよ。諏訪部さんだったんですね。お願いいたします。よろしくお願いします。もうクレジットされてるからもう分かってると思いますよね。まあ、当然ね。はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくします、はい、ということで今回副音声でオーディオコメンタリーそうねなんですけれども、うん、副音声って諏訪部さんどうですか。地上波のやったこととかって、うん、こういうのってないって言った方がいいと思うんだけど、はい、あります。あ、本当あります。結構何回か、はい、ありますね、過去にね。やっぱそうなんですね、でもまあこういう企画はありがたいよね、本当に。あ、なかなか僕は初めてなんで。あ、本当に。はい、なのでちょっとドキドキなんですけど、まあ、生ではないのでね、不適切な発言があっても上手に編集してもらえますから安心してます。まあ、なるべく言わないようにはしたいですけれども、はい、まあ、楽しくおしゃべりしていけたらなと思いますけれども、はい、うん、まあ、アニメ本編だいぶ、はい、久々にそうですね見ると思うんですけれども、うん、本当に1話見るの久しぶりですね、私個人としても、ね、さっきちょっとあのテストで1話の映像をね、うん、ちょろっと流しながら見させてもらいましたけれども、うん、なんか久々に見たなって懐かしいよね。おっしゃってましたよね。卒業アルバムをめくってるような気分になりますよね。すごい素敵な表現ですけれどもうそんなですか。まだでも2年経ってないぐらいです。いや、それはあなた方にとっては最近かもしれないですけどね。スクナ選手はもう出番が少ないので、はい、スクナそう、お来ました。ま、大丈夫ですか。エンジンかかってるな、スポティファイ。ちょっと本当にこれ富士の病ですか、ダジャレが。富士の病、諏訪部さん意外と言ったじゃん、言うすか。まあね、はい、しょうがないです、もう50歳なんで、ね、50歳ですか。はい、言いますよ。全然わかんないですね。これ両面スクナの話とか、はい、つうか呪術廻戦の話をした方がいいっていう言われてたよね、さっきね、先ほどでもこれ Spotify のオリジナルパートなので、うん、まあちょっとそういうちょっと脱線してもいいかな、ね、みたいな。呪術トークの方もねゲストで呼んでいただいて、そうですよ、やりましたけれども、はい、あの時も散々あの本編というよりは諏訪部さんのこうお芝居の話とか、うん、まあ、仕事の話みたいな、ね、今までのこう経歴みたいな ね、 そうですね、話を聞かせていただきましたけれども、仕事感とか話し合って随分ね、はい、脱線しちゃいましたけど、脱線しちゃいましたけど、ちゃんと本編始まったら、はい、本編にそうですよ触れるつもりなんですけど、そうだから何しろこう地上波の副音声っていうことですから、はいはい、これはもうちゃんとやらないと。そうですよ。初めてもしかしたら呪術廻戦をテレビで、はい、テレビ放送で見るって方も、はい、いらっしゃいますよ、1話からのね、はい、ほら特別版とかあったじゃない、はいはい、じゃなくてちゃんと頭から見ますよって方はいらっしゃるかもしれない、そうですよ。だから知ってる前提じゃいけないということですね。でも初見の人は副音声聞かないよね、うん、まあぶっちゃけ邪魔かなみたいな感じですよね声もうだから2度3度もうね、はい、すでにねもう擦り切ってる人たちがそうですよ、まあ、副音声聞いてもいいかなって感じで楽しんでくれるかもしれない。あれなんですか、録画してても録画で副音声って楽しめるもんなんですか、ね、聞けたりはしますよ。聞けたりはするんですかね、このなん DR とかで、うん、あのまあ、大体ねハードディスクレコーダーとかで撮ってればできなく、うん、一番高画質モードとかでやっとくと、そう圧縮してるようなね、あのなんか画質低画質とかでいっぱい撮るぞ的な感じになってると、うん、副音声入らなかったりとか。そうなんだ、じゃあなるべく、うん、あれですね、
ちゃんとこの放送してる時間に見るのは安全というか、わかんないんだ、録画してどうかね、ちゃんとね、聞けるかどうかは、ね、どう設定してるかによって変わると思います、はい、何はともあれ本当リアタイですよ、常にリアタイ、リアタイ大事ですね、これ重要ですよ、この世の中の動きをね、はい、いろいろ偉い人たち見てますから、はい、これであの SNS とかでね、はい、ハッシュタグ呪術トークでバズらないと困るんで、お願いします。確かにそうですね、なのでぜひ皆さん、はい、まあ副音声もね、うん、聞きながら本編もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。お願いします。さあじゃあ始めていきましょうかね、はい、ここからはアニメ本編を見ながらのオーディオコメンタリーが始まるのですが、うん、最初に少しだけ楽しみ方のご説明です、はい、呪術廻戦呪術トークプラスオーディオコメンタリーは各プラットフォームで配信中の映像を見ながら聞くとより一層お楽しみいただけます。この後のカウントダウンに合わせて映像の再生ボタンをポチッと押して同時再生でお聞きください。はい、ということでじゃあ澤部さん、はい、一緒にカウントダウンをお願いします。わかりました。はい、じゃあ皆さん映像再生の準備大丈夫でしょうか。54321でね再生していくので、うんうん、はい、じゃあ皆さん準備してください。はい、いきますよ。呪術廻戦第1話のオーディオコメンタリースタートまで5 4 3 2 1。テレビアニメ呪術廻戦第1話スタートしました。この4月から毎週日曜午後5時に呪術廻戦全24話を放送していきます。まず1話から8話までは呪胎体転編ということで新しいビジュアルも発表されましたね。皆さんもご覧いただきましたでしょうか。さてこの副音声では呪術廻戦の出演キャストがアニメ本編を見ながらオーディオコメンタリーをお届けします。ということで第1話を担当するのは虎杖悠仁役の榎木淳也と私両面宿儺担当諏訪部淳一でございます。お願いします。はい、お願いします。はい、これから毎週キャストを変えながらこのオーディオコメンタリーをお届けしていくのですが、第1話は諏訪部さんに来ていただきました。はい、というわけで来たんですけれども、はい、まあなんて言うんでしょう、このオーディオコメンタリーをわざわざ聞いてるって方は、はい、初めてこの呪術廻戦第1話を見てる方ってのは正直少ないと思いますので、まあそうですね、ネタバレとか全然していいと思うと、はい、両面宿儺は、ラストの方しか出てきません、この1話だとこの1話はね、そうですね、一番最後の方にこう、はい、虎杖の体を使ってっていうことなんですけれども、これで良かったのかって思う感じですよ。いやでも第1話のタイトルがもう両面宿儺、うん、まあしょうがないねですし、この宿儺から物語が始まっていくて、ね、まあ指は出てるからね、指はね、私の出番は後半ラストのところですけど、そうですね、まあだいぶこのアニメ本編見るのも久しぶりだとは思うんですけれども、うん、そうですね、このオープニング早速どうですかこれ改めて見て、ね、あ今ちょっといたね、スクナの口が、さんの顔、はい、そう結構もういろんなキャラクターがオープニングから登場してて、うん、そうね、もうまだね最初のアニメの時出てきて、はい、あんま出てきてないよねやつとかね、そうなんですよ、呪霊組とかもね、うん、結構出てきてますし、そうそうそう、パンダがアクティブみたいなね、パンダがね、そうですね、まさかパンダあえてなんか飛び越えてくるような動きするな、するとは思わなかったですけど、超アクティブなキャラクターだからね、そうですよ、うん、ね、このオープニングもね超ハイクオリティで、うん、僕これ、はい、オンエア前にアフレコ現場で完成しましたみたいな感じで、うんうん、あ、そうなんだ、先に一足先に実は、はいはいはい、オープニング見させていただいてたんですけど、感動しましたね、やっぱこれは、やっぱね、いいよね、うん、オープニングでこうつかめる作品っつうのは跳ねますよ、あ、やっぱ諏訪部さんの経験から言うと、うん、そうなんです、多分なんだか雰囲気で言いましたけど前もなんか呪術トークの時に、うん、こうあの役者のイメージが逆だと跳ねるみたいな、うん、あーそれね、言ってましたよ ね、 メインのね、そうそうそう、僕とそうそうあの伏黒役の内田優馬くんって、うん、普段割と、うん、そうね、こう逆の性格じゃないみたいな感じで、うん、そうね、キャラクターのイメージと中の人のイメージが、はいはい、そう、あれ今までの雰囲気とちょっと逆で攻めてきたなっていうような時は、はい、まあもちろんそれは過去あの両方とも上手に限るっていうところ、ね、ああ芝居的な、そうそうそう、条件があるけど、うん、ヒットするなんか法則みたいじゃないですけど、まあ雰囲気がね、雰囲気があくまで個人の感想ですから、うんうん、なるほど、いやでも大ヒット
してますからね。あの劇場版も今本当ですよ、ね、我々が出ていないことでおなじみの劇場版呪術廻戦ゼロでねそうですよ、はい、残念ですけど、まあ、あの前日談で、うん、まあ、ちょっといろいろね、あのオープニングの虎杖が、はい、こう五条と話してるところとかも、うん、こう乙骨と状況とちょっと重なっていたりして、うん、まあ、劇場版を見た方はそういう部分も、うん、こう改めて一話見ていただけると楽しめるんじゃないかなと。そうだね、あのゼロっていう劇場版は、はい、まあ、原作もね、あの方でも単行本で呪術廻戦ゼロって一冊ありますけど、はいはい、この第一話ね、はい、これの前の話ですかね、はい、前日談みたいな話になってますの で、はい、で意外とこう、うん、映画から入った人とかも、うん、もしかしたらいるのかもしれないなと、うん、だそういう人の方が、うん、その五条と下等の関係性とか分かってみ、うん、スタートするわけだから、なるほど、意外とこうなんか分け知りな感じ、はいはいはい、うん、っていうのはあるかもしれないですよね。世界観分かってるじゃない。あ、そうですね、うん、初めてこのテレビシリーズっていうかね、うん、このシリーズから見た人よりは、はい、映画から入った人の方がなんかこうね、はい、準備できてる感じ、見てらしあるところで入ってくるから、確かに空気感みたいなのも分かってるし、うん、だここだけ見たら結構あ学園もんだからみたいな部分も若干しますからね。そう、物語ってやっぱね、後々の方でだんだんいろんなこう設定とかが補強されていくから、はい、最初から補強された状態で、はい、もうフルアーマー状態で入ってくるわけですから、はい、フルアーマー状態で、ね、そうそうそう、なるほど ね、この映画から入った人はね、はいはい、だからこうよりこの会話の端々のところに、はい、いろんな伏線みたいなのを感じちゃうかもしれないですよね。あ、うん、結構深読みするかもしれないです、ね、そう、このラグビーボールの置き方にもちょっと意味があるのではみたいな、ね、そこまで考察組ですね、それは完全に。そうそうそう、まあ、あるかもしれないですけれども、うん、まあ、それはそれでなんか別の楽しみ方ができていいんじゃないかなという感じですけれども、うん、思います、はい、まあ、今はね、うん、あの呪術廻戦にはちょっと逆にぶっちゃけ珍しいほのぼのシーンというか。そうだね、先に行けば行くほどこういうね、日常、本当にザ日常みたいなのってだんだんなくなってきて、うん、なくなってきますね、うん、もう心削られるような展開がこういうのとかないからね。ない、もう最初でもここでもうすでにちょっとパンダとか、うん、書いてあったりして、うん、でもこういうの